ドルフ・フーズゲンは、ドイツの科学者である。フーズゲンが指導した数多くの科学者が教授となったため、戦後のドイツ及び、オーストリアの科学界、特に有機合成科学分野において、絶大な影響力を拡大した。主な業績として、フーズゲン管化負荷とも呼ばれる1、3、双極子管化負荷反応の開発がある。フーズゲンは、ラインラントップ・ファルツ州。 ゲロルシュタインで生まれ、ハインリッヒオットビーラントの指導の下、ミュンヘンで学んだ。1943年にアルカロイド、ストリキニーネに関する研究で PhD を取得した。1947年に教授資格を得て、1949年に中便ン,ン大学の教授に着任した。1952年にミュンヘン大学に戻り、ビーラントの後を継いだ。 1988年に名誉教授の地位を得た後も、長年にわたり、研究に打ち込み続けた。フーズゲンの主な業績の一つが、フーズゲン管科付また、フーズゲン反応とも呼ばれる1、3、双極子管化負荷反応の開発である。フーズゲン反応は、ビタミン類やアルカロイド、抗成物質といった、複素間化合物の合成において、極めて重要である。 フーズゲンは1960年にアメリカ芸術科学アカデミーの会員となった。また、ドイツ国立科学アカデミーレオポルディーナの会員、王立科学会の名誉フェロー、ドイツ科学会と日本科学会の名誉会員でもあった。1960年にセンテナリー賞、1961年にリービッヒメダル、1965年にラボアジエメダル。 1987年にアドルフォ・クイリコメダルを授与されたほか、多くの賞を受賞した。1989年に、米国科学アカデミー会員に選出された。2020年3月26日に99歳で死去した。ドイツだけでも、ラインハルトブ・リュックナー、ヨハン・ガスタイガー、ベルント・ギーゼ、ヘルベルト・マイヤー、ヨハン・マルツァー、ハンスール・リッヒ・ライシヒ。 ユルゲンザワー、イバール、カールニなど16人の弟子が教授となった。娘は、数学者のビルゲフーズゲンチンマーマンである。ありがとうございます。